ありがとうございます。シルバーのお車です。はい、それより皆様には試乗コース内を2周ご走行いただきます。コース内走行速度時速40キロですので、ちょっとねブレーキ離すね、何卒お願いいたします。すごい聞こえるよね。でもさ、前の方のハイラックスよりも全然静か。今のさ、運転してたの違うよね、センチに。後ろに乗ったのかな。昔のよりもこう、内装がもう全然作りがいいよね。いや、これ欲しいけどさ、値段がすごい高いんだよね。
中尾明俊さん。中尾明俊さん、やっぱちょっと乗り心地は良くないか、この車、でもまあ荷物積めるからな。バイク積む人とかね、ほんとこれ欲しい人いっぱいいると思うんだよ。でホームセンター行ってほら、なんかさ、いろんなもの積めるじゃん。軽トラよりはでも乗り心地いい？軽トラよりは、内装の質感とかは前のに比べて全然いいけどね。でもさ、乗り心地悪いけどさ、エンジンの音は昔ほどうるさくないよね、だいぶ良くなったみたい。あ、でもこんだけガタガタしたらあれか、きついか、やっぱり普通に乗用車として乗るには。多分ボリュームとかね、あ、電話のマークもあるしね。これなんだろうね、ミラーかね、なんかあんね。長さ、これ全長5メーター超えてんだね。5335、そんなでかいんだ。
ください。あ、はい、ありがとうございます。